はい、どうも皆さんこんにちは、まさかずです。いつもありがとうございます。さあ今日はですね、こちら菊之助くん、アビシニアンモルモットですね、このつむじヘアがね、トレードマーク。今日はですね、こちらの菊之助くんにね、かなり前に取ってきた野草、クローバー、大箱などはですね、タンポポとかもあります。それをね、食べてもらえるかどうか見ていこうと思います。さあどうかな、香りに気づいて興味を持ってくれたら、こうトントンしたらね、寄ってくるんですけどね。トントントン、ほらおいで。はい、さあここまで来たら食べてくれるかな。どうぞ。さあ匂い嗅いでるけどどうだろう、気にはしてるけどね。お、食べた。一口目はね、ヨモギを食べましたね。ウサギたちにはね、受けがすこぶる悪かったんですけど。さあどうだろう、ただ一口かじって放置しちゃった。あら、どうした、食べないのか。タンポポの葉っぱにかじりついて、あーでもやっぱり警戒心がもともとね強めだなってね、モルモットは思ってたのでね、まあ、ウサギもそうなんですけどね、初めて買ってきたペレットとかね、チモシーね、食べないこともあるんですよね。だからそれがね、今大丈夫かね、出てるんですよね。ほら、どっか行っちゃった。こうやってスリスリしたらね、こうやって出てきます。スリスリ。ほら、スリスリ。スリスリ。はい、出てきました。やっぱこれかな。こっちだ。恵みモルモット。そっちは手だね。手だよね。何でもね、そうなんですけど。どうした？ペレットとかね、チモシー変えるときは徐々にね、混ぜながら比率を変えていくとね、自然に移行できると思います。はい、ということでね、ちょっと残念ではあるんですけどね、食べてくれませんでした。もしかしたらね、新鮮な状態だったら食べてくれるかもしれないので、そうですね、白爪草、白クローバーだったらね、まあ他もそうなんですけど、一番手軽に栽培できるのは白爪草、クローバーですね。だからね、ちょっと今後種がね、確か引き出しにちょっと余ってるかもしれないんで、それで栽培にして食べてもらおうかなと思います。はい、それではまた今後もね、栽培して、作っていく様子もね、もしかしたら動画でお届けするかもしれませんですんでね、よければ気になる方はチャンネル登録して、またこの、ね、愛嬌たっぷりの菊之助くんね、これからも見守っていただけたらと思います。おっとっとっと、どうした？それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。はい。この野草をね、取りに行ってる様子はですね、うさぎのチャンネルで、まあ、どうしようかな。編集してここにも付け加えようかな。ちょっと流します。山の上の方に上がってきました。どうやらね、ちょっと適当に車を走らせてから、これより下はですね、キャンプ場みたいで、人が割とね、たくさんいらっしゃったので、